まず1分でタスク終わらない人いる？終わった。多分ミーティングで終わります。ね、私が怪しい。ピカさんじゃ、オッケー、じゃあピカさんに決め、じゃピカさんに決めてもらおう。うん。ピカさんは隠し色になってるので。むずいな。ないでほしいです。あ、ごめん、時間ないから助けていきましょう。ごめんなさい。了解です。そうしましょう。頑張れピカクロス、応援してるぞ。うん。殺してんだろうという前提でスナパイさん落としに行っちゃった感じでしたね。クルメイト、あら、シェリフ、シェリフ、シェ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 リフ、直った。めちゃ内房。タスク終わりました？ハイブリさん。終わった。おお、リハからった。阿部ちゃんが絶対しろ、ありがとうございます。あのシャワーの奥のカンカンタスクで停電中一緒だったけど切られませんでした。停電。いたんだ。右左です。一番左最後誰ですか？ピカクロスだけどノリで直しちゃったから覚えてないや、ごめん。ノリで最後に一番左です。あったかな、言う必要ない。ちょっと自信ないです。はい、まあマット否定でいいんじゃない気がノリで直しちゃったよ。マキイチも運がいいな。あ、もうダウンロードまでいけるじゃんこれ。最強か。で、電話もうお腹いっぱい。除染室に迷惑の死体です。停電源が直してます。展望です。はいよ、どうぞ。バイタルの扉を直前開けた人がいると思うんですけど。ピカクロスが開けてますが。除染室？除染室。エレキの勝ちタスクをやって直前すれ違ったのサントスさんかな？いつ？私もう展望まで行ってよ。ハイブリさんすれ違ったりと、あ、はい、エレキ停電最中すれ違った人、僕が最後、1番と、4番あたりですが違いましたね。ああ、オッケーオッケーオッケー。それを宮さん、私はハイブリさんと会ってない。スナパイさんと阿部さんと、はい、藤宮さんと原作としか会ってないから。ごめんなさい、もう一回ちょっと、俺誰か分かってなくて、うん、俺、キッチン脇、石油で停電になってエレキで勝ち助けやるとき、789のときに987と移動する人とすれ違ってますが、いますか？あ、それ私、それはあ、それが俺なのね。あ、で、その後アスタラスのタスクやって、うん、で、停電なってるから上に行こうと思った時に停電直るんだけど、その時にエレキバイタル化の扉が開いたので、そこにいる人は白です。じゃあピカさんするじゃん。で、メインに上がったら女性に死体が上がったので、サントスさんのその後の経路が展望デッキで死人があるんだったらサントスさんも白くなるけど、誰かから死人があればくれ。大丈夫です。停電直したゲータが出てきたら、はい、大丈夫です。あ、はい、ここ合ってんだ。はいはい、はい、足湯、リンゴさんに白出せます。停電前から、エンジン宿舎前下ぐらいからずっと一緒なんで、はい、同じく白出せます。リンゴさんめっちゃ移動してない？アーカイブから行ってますよね、はい、アーカイブから行って、でメインでアベレージさんと暗室のあたりで会って、その後エンジン宿舎で足湯さんに会ってます。でミーティングです。スロポイさん、あ、どうぞ。あ、いいですよ。あ、そうですね、そうですね、リンゴさんと会って、でメイヤさんが多分除染に入るぐらいのところから、後ろに置いてってシャワータスクやって、そのまま最後アーカイブ入ってって感じでした。
なんでまあメイヤさんが多分死んでるんだったらメインあたりかなっていう感じで、まあ、報告してくれた通りでしたね。スナパイさんどちら？僕は今ね初呼吸右にいます。手で直してるとこか。はい、直してってこと？いや、向かったが向かって直ってって感じ。とりあえずメイン、あ、すみません、メインに行ける人あればいいんですよね。そう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 、そうですね。安倍さんとペイさんも行けそうな気がするけど、一応サントさんもメインからキッチンに弁当はあんのか。一応なさそう、原産的に女性だったら。いや、藤宮さんも見てるから無理そうやね。オッケー、僕は見てないっす、ちなみに。その中に一切経路を喋ってないやつがおる。赤メタ、ありがとうございます。すいません、さっきのターン1出てないんですけど、赤メタ1を武器庫で浮いてます。キッチン脇でエンジンに行って停電入ったんで展望行こうとしたら直っちゃってって感じで、停電入る前に原産と武器庫、武器庫から上いく原産が多分最終死人なんで結構浮いちゃってます。あ、でも赤メタさんが武器庫込みエンジンメインルートだったら分かんないけど、うん、キッチン石油ルートだったらサントスさんとすれ違うから、ていうか侵入できなそうだよね多分ね、人通り的に、うん、あ、そっか、メインの、うん、メイン上も下も誰か通ってるから、行ってるけど厳しそうっていう、厳しそうだね、厳しそう。キッチン弁とメインで飛んで除染で切って暗室隠れてるとかかな、あるとしたら。まあ、ちなみに藤宮もまあ浮いてるっちゃ浮いてるんですけど、アーカイブ空きで速攻エレキに向かってずっとエレキでした。で、行ったのはピカさんを最後に見たのみです。あ、私はでもその前に見てるエレキのガシャガシャで1、4の狭間くらいにいるのは多分ね、上からの方が視界広いから見えてなくて正しいと思う、うん、私からだけ、うん、アーカイブから降りてくるのが藤宮リンゴさんとすれ違って僕がアーカイブ入ってるんで合ってると思います、うん。僕が、まあそうね、うん、で最後にピカさんとすれ違ってるっていう情報を僕が出し、まあ一応ピカさんからか、一応出した、うん、あの見えてない状態で出してるから大丈夫、うんうん、そう、合ってるので最終盤のキルだったら2人は違うって話だね、うん、そうそう、クリスしてからエレキに降りてる場合はハイブリスさんとすれ違うので、そうだね、サンドさん視点、藤宮さんがそのキルクール的に無理そうだったら、うん、厳しいと思うよ、うん、あり得るのが切ってないピカさんの陣外のラインつなぐしかない。ピカさんの白はハイブリさんから出てるからラインをつないでるしかないけど、うんうん、現場を通った可能性が高い藤宮くんがそこを通ったタイミングで切れたかどうかを聞いたんじゃない。ああ、そうですね、まあ、ただ藤宮さんが言ってくれた通りメイン通ってっていう感じで、まあでも本当最初開幕5秒とかよそれ、あ、そうなんだ、ちょっと、あ、そう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 、まあだからあそうなると客観浮き位置がアベレージスナパイ、そう、アベスナパイかな、まあ、ハイブさんのセリフもまあなくはない、まあ俺のセリフもなくはないね。でもアベちゃん初手絶対俺切ってたと思うけど、メイヤ君が死んだんって割と後半かな、アベ君がその女性入った見たんってどれぐらい、は中盤あたりですね。その後もうタオルがやってそのままいけてるんで、リンゴさんはもう過ぎていってる、阿部君とリンゴさんはどっちが後にメイン通ってったから、あ、暗室で合ってるんで、リンゴ目線はリンゴの方が先に女性より左にいるイメージです、うん、まあ確かに結構早めに来てた印象は、停電直って2秒後ぐらいのボタンやったと思います。で本当に直ってすぐサントさんと会ったんで、うん、私はサントさんしにくいと思ってます。ナイスイ、めっちゃスナパイさん踊ってるわ。危ない、今ヒルボタン押せたね。ゲンさん、フジミヤ、ゲンゲン、いいボタンやね、うん、ありがとうございます。一応今停電直しました、リンゴマット否定します。はい、足湯さんから質問があったのを時間軸で答えると、うん、あのターンそんなめっちゃ長くないから、うんうん、あのすごく長く見積もっても45秒はないから、40秒前半とかしかないから、うんうんうん、あってもあ、はいはいはい、だからもう12秒前くらいから死んでると思ってもらって大丈夫な、あー、オッケーです、オッケーです、多分
じゃあなんかみんなの話を聞いてると、僕はスナーパイさんアベレージさんかなっていう、うんうん、そうですね、女性か。でもそれで言うとさ、開幕5秒で俺とリンゴさんや藤宮さんってアーカイブシャワー館ですれ違ったわけじゃない。うん、でその後、うん、俺がメインに戻ってきて、メイン脇でもないメイヤさんを切ったってこと？うん、確かにスナーパイさんが戻ってたらアベレージさんと合いそうかなとはちょっと思いますけど。弁当使ってるんじゃないの？初号機右に行って。ああ、そういうことを疑われてるのか。まあ確かにアーカイブでダウンロードやったから、うんうんうん、そうですね、それはあるかもしれないです。ただ切るしやすさは阿部さんの方が、さっき今の話があった通り、そうですね、経路上は、経路上は阿部さんの方が近い、難易度は高い。でもな、心象的に阿部ちゃん違うと思ってんだよな。どうしたらいいのこれ。阿部さんってそもそも情報の信憑性ってどうなんですか、他の方目線で。私は分かんないですけど、まあでもハイブリさんから出てる情報がそれぐらい、メイヤさんがそこにいたっていうのは嘘っぽくはないんですか、うん。でも阿部くんが見てるんじゃない？そうですね。女性ら辺にはいると思うので、まあ、多少ずらしても発言していい？似た名前にまず、停電勝ち合っているのが僕とスナパイさんと藤宮くんで見ているし、他の人に直していいとか言ったら勝ち合ってるのが真ん中の方で勝ち合ってるのがあるんで、マット否定がまずできます。はい、うん、ああ確かに僕それ勝ち合ったの僕やと思います。はい。なのであとは僕がインポスターかどうか、インポスターでセルフをしてるかどうかぐらい。うんうんうん。ああうん。スナパイさんってアベレージさんを新章白で行う、他あ黒は誰になります？ちょっと待ってくれよ。うん、いやでもローラーを飲みにくい気持ち。まあまあローラーはまあ一応そう、ハイブリさんの黒もあるし、アシュリングも一応変わる。ただ俺わざわざ扉の開閉音を聞いてピカクロスの白をわざわざ出し、スナトスさんのセンサーをかけ、白を出してくれたね。太鼓を出せって言われるのがしんどすぎる。だソリスが白っぽいんだよね、めっちゃわかる。ブリちゃんはすごく白く見える。そう、うんうん、キルするときにドアのあそこまで考察伸びないと思うんだよね。赤メタさんじゃねえの、買い込めるかな。こんなかばうこんなかばう、なんかこんなかばう。スナポイさん目線、別にアベレージをそこまでかばう理由なくないか。新章白なだけでしょ。新章白にこだわる理由がわからんのだが。あー、ベースマーはどっちかを切ってみていいような気がするな。おーおーおーおお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 お侵入経路とかぐらいで、まあ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 、そうですね、進めた方が良さそう。なんかちょっと俺は決めきれないわ。あ、いいと思いますよ、マッチでいいと思います。なんかこのボタンもだいぶ白いなと思ってますんで。そうね、うん、もう押すべきだなと思って。 今しかもアベレージハイブリスナパイの3人で押しに行ってるからねそうなんですよねあ、そうなんだ、うん、そう、まお互いに切れない位置ではあるとは思うけど。そうだね、うん、まあまあ、ね、まあでもアベレージスナッパイのラインはまああるかなと思ってたんで、そこがまあ3人で行動してってハイブリさんを切らないのであれば、切れるのも逆に黒いるんじゃない。黒っていや兵糧とかだったらハイブリさん来る。そう、あ、ハイブリさん切ればよくないかなと。いや逆だね、切っちゃった場合って容疑者が減っちゃうから。そうそうそう、アベスナッパイ低下になっちゃうんだよ。キルが発生しない理由もわかるよ、いたとしてね。黒白白っぽいよね、黒黒白っぽくないよね、だ、うん、だんまり決め込めるから、うん、だから黒白白っぽいよね、うん、ごめんごめん、ハイブリさんに塗ったのって誰いや塗ったっていうか、キャラというか、あれじゃない、藤宮さんがなんか、うん、やるんじゃねえって話だけど、うん、ハイブリさんよりはまあ赤目田さんの方を疑ってたから、スナパイさんは、うん、まあ、ハイブリさん切ってもまあハイブリさんが黒な、あ、じゃあスナパイさんが黒ならハイブリさんを切るっていう行為はまあしてもおかしくないかなと
何も起こらなかったことをね、重く受け止めてほしい。そ う, そ, うそうなんですよね。それでいくと、まあ、そうだから、赤メタさんとかも、まあ。LINE とかじゃないね。まあまあまあ、信じてんねん。それが LINE だよ。LINE なんこれ。なんか突拍子もないけど、なんかアベレージスナパイがつながっていて、ハイブリさんがクールだったら、赤メタさんまでインポスターだから切れなかった説は若干あるなってよぎっちゃったけど。あーなるほどね、それだったら。あ、そうか、ロラがね。そうそう、全部人外一になるからっていう。俺めっちゃ巻き込まれてるだけじゃん。これやだな。さすがに考えすぎだと思うけどね。なんか、あくまでもなんだろう、今の話って、あの無理くり、その3キルが起きなかった理由とは何ぞやを考えたときに、つける無理くりの理由だから、別にそれがなんだろう、本線ではない。要は、仮にそこの位置にインポスターがいるんだったら、全然切れるわけないもん、絶対。あ、ごめん。足湯、高めた。もしかして俺もしてないな今回。もしてるんだ。お。はい。あれ死んどったよ。大丈夫大丈夫、死んでる死んでる、見てる見てる見てる。どこ？藤宮さんがミーティングオーク。ミーティングオーク。原産の死体がアーカイブした。おーで、バイタル情報で22秒前にはどっちも死んでました。ほう、じゃあピカさんと、赤メタ君は今のミーティング奥のキルには関わりやん。そう、ただ俺が今抜いちゃってるから、そうそう、アベレージさんのキルはめっちゃ濃いから。まあまあ確かにそれは正確に言うと、ね、足湯ピカクロスはお互いに白取り合えるレベルです、うん、会える。うん、アーカイブから言ってますよね多分。2人、うん、2人に並走してるほぼ、うんうんうん、足湯さんエレキで1回見たけど、エレキも行った。キッチン脇石油エレキでメインアーカイブまで行ってって感じで、途中で私合流してるんです。1回離れたともう1回合流してるんで、うん、エンジン上の塔とのところで合流してるんで、ほぼ1類しか関わらないです。ピカ足湯リンゴさんまで白。いやいや、リンゴはエンジン脇でコックピット武器庫キッチン石油エレキってずっと1人でした。うん、エンジン最初に一緒に湧いてましたね、うん、一応そこにエンジン、はい、ハイブリさんも湧いてて、ハイブリ阿部が最初メイン側行って、僕そのままエレキに降りてエレキタスクやってます。これアーカイブの方切れる人他いないです。俺めっちゃ厳しいかも、他の人の話出してないと。見つけるの誰だっけ。自分が石油にいるけどリンゴさんを一回も見てないですね。あ、誰か僕がバイタルでダウンロードしてる時貨物から撮ってて見た。私あ、オッケー、ちゃんとですね、はい、でその後見てその時点で死んでて22秒です。だからなるほど、そこ撮ったのが24秒前、ハイブリさんの横撮ったのが。オッケーオッケー。でアーカイブで試合見つけた。カメラついてたの知ってる人いません？見てたのはね。あ、そっか、ほぼ赤目とそんな気がすんな。いやきつい、うん、アーカイブの方は何も言えないな、他の情報。阿部君は？あ、僕も言った通り、最初ハイプリさんと一緒にメイン行って、でそのまま電気タスクって感じでした。その時スナペさんとは会ってない？いや俺はね、うん、足湯さんと序盤エレキで会った後セキュリティでテープ回してからカメラ回してんねんけど、セキュリティでテープ回してるんであれば赤目タスクと会ってるはず、うん、いや見てない。足ピカブリはどこ釣りたい？赤メタさんかスナペイさんどっちかがおかしいところ今の話。いや俺になごめん、配置だけしてハイブリアベレージの色決めてください。次のターンお願いします。なんかセキュリティの話がちょっと食い違ってる感じがした。なんでスナペイさんを指定しないの？赤メさんそだって見てない。そこアーカイブに入れる方のキルの話だから俺が冷たいのは。でも最終死には俺ないよ。そうね、ナイスナイボー、めっちゃいいボタン。
あざます。道連れある？ない。ない。ないか。赤メタさんのトースナペの話がおかしかったのが、僕がキッチンセキュリティエレキって言って、エレキでスナペとすれ違ってんだけど、その時に、赤メタさんがセキュリティでテープタスクを回してるっていう状況で、僕がメインに上がってスナペさんがセキュリティ行ったっていうところで、そこでも会ってないのがまずおかしいんで、まあどっちか人外ってことで、さっきの話から赤メタさんの方が怪しいかなっていうふうに思ったっていう、まあそこは俺も疑い値だったから全然いいんだけどね。で俺が気になってるのは、リンゴさんが石油行ったって言ってるけど、石油に俺ずっといたけど見てないんだよね。まあでもリンゴが通った時には誰もいなかったので、それを言ってくれるんだったらマットかインポスターに見えるのと、だから俺視点で赤目田さん、あごめんいいよ、いい、はい、藤宮を絶対に赤目田君は切りやんから、それを洗ってほしい。あのミーティングで、奥で切るしたっていう、ミーティングで発見してくれたのが誰でしたっけ。あピカさん。でもその死体は僕は見てない。でも三島さん曰く結構前に死んでるっていう話だから22枚、うん、そうですね、バイタル情報あるから。やとしても赤目田君はキルには関われやんのはピカと僕2人で言える。そうですね、アーカイブで死にしてる。アシユーサントスが白で、あとの人でなんかアリバイが薄めだと、ハイブリさん無理だよ。ハイブリさん無理。ハイブリさん無理。あハイブリさん無理。ハイブリさん、ミーティングキル無理。ミーティングキル絶対無理。赤目田さんで連れてると思う人は多分リンゴさんだと思うんだけど、うん、なんかリンゴ目線割ともうスナパイさんとアベレージさんがラインがあるように見えてます。でリンゴも怪しい位置にはなるとは思います。で信じてんねん、まあ、ラインっていうか一応スナパイさんがいてくれてるのは最初あのシャワー奥のタスクで、まあ、僕がキルしなかったって感じで白出してくれてるから、要するに一方的な白だから。そうなんですよ、別に安倍さんからプイさん白くないと思うけど、まあ、ただまあなんか それだけで一番怪しいっていうのはベレージさんを白ってここまで言えるかなって思って、俺の視点で俺が安倍ちゃん白っぽいなっていう気持ちでここまで来てて、はいはい、安倍スナパイのローラーになりそうやったやん、名屋さんの女性のキルの話が、はいはいはい、 それを俺視点で飲めないのって気持ちも理解。あそれは分かります。ただあの今容疑者がアベレージさんとスナパイさんだと思ってるんで、まあ、LINE はどうにかしても違うよね。ちょリンゴさんも含まれてると思う。リンゴさんも含まれてると思います。いやあのリンゴさん目線の話です。この状態じゃ釣れないです。この状態じゃ釣れないから、赤星さん決め打つのね。じゃあ赤星さん決め打つってことね。しょうがないね。でいいと思う。でタスクで、別にあれなんだよな、リンゴさんもさほど白くないっていう。それで直すのは、おいないさんっぽい。いないならね、多分貨物で直してる。エレキから右に行く足湯さんを見てるので、停電が名乗り出る人がいないならおそらく貨物じゃなかったとしても右だと思います。エレキから右行くの見てるんで、うんうんうん、なるほど。じゃあ俺ボタン押しに行く直前、エンジンルームの宿舎前からメインに行く人と2人すれ違ったと思うけど、おそらくそれアベレージさんとスナパイさん。そうですね、阿部ちゃんは見てないけどスナパイはすれ違ってますね。俺がメインエンジン宿舎のルートなんで逆ルートで来た人、多分アベレージ君が先だったと思う。メインエンジンで多分ハイブリさんがドア開けて、なんだそのまま宿舎行ってるって感じですよね。そう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 。でその直前メインからシャワー方面に行くリンゴさんは見てる。はい行ってます。覚えゲーのタスクとアーカイブの配線やってます、ラウンジの、うん、でピカはミーティングにいるので今回のキルは関われない、うん、まあ、ピカぶりほぼ隠し部なんで、うん、いたとしても、ね、もうマットクルーなんでピカブリン基本進行を決めてほしいですね。はい、じゃあ任せます。僕はリンゴさんやと思います。まあ私スナパイさんとアベレージさん以外に誰が容疑者がいるのかを洗ってほしいです。そしたらあとはサントスさんかな。前回のやつ言ったけど赤目田さんって言って最終的には決断。あ、じゃあ赤目田さんがあのゲンさんの方のキルをやってるとして、もう一つの藤宮さんのキルをできる人を洗いたいです。リンゴさんやと思っています。いや違う、リンゴさん視点の話でしょ。
リンゴさん氏の話を詰めればいいと思って、それがですか、リンゴさんと誰か他にもいるはず。ブリーサントスはできないんだよね、多分位置関係的に、うん、診察 の, あの通ったやつが出してるから、うんうんうん、ハビサシに無理だから、私とはあの私はアシグさんから白取れてるんで、多分できるとしたらアベレージさんぐらいになるんじゃない。それだと僕ミーティングでキルしてたらミーティング降りてくるときに合わないですかね、ピカさんたちと。20数秒前にキルって話だから、22秒前にはすでに出ただから、さらに振る。割とスナパイさんがちょっと白いのかなって今思っているので、議論的に。でそのミーティングの方の LINE とかもあるのかなって思っていて、今のキルサントスさんが怪しいのかなっていう目線も持ってます。サントスさんってでもサントスさんってそのキルできないですか、まあ、前回の。バイタル見てるけど、あなんかバイタルが嘘だったら、まあ、だったらアカペさん側のキル私になっちゃうよ、組み合わせが存在しない、そうだね、存在しない組み合わせが手順になってるよリンゴさん。いやそれは黒だわ、組み合わせがない TG になってるから、うん、ごめんなさい、ね、ちょっと、まあ、スナッパイさんとじゃあアベリーさんなのかな結局。一応タスクはいける、はい、僕も多分アップロードいける、存在しない組み合わせになってるよ。うんうんうん、バツるのか、ありがとうございます。次終わんないっす。位置ずれはない。ない。じゃあ普通にクルーつっちゃった感じかな。うん、かもしくは赤目田さんがクルーだったか。リンゴさんか。ないでしょ。どっちか。いやいやいや。リンゴさんクルーはない。リンゴさんじゃ赤目田さんクルーはないでしょ。リンゴさんじゃない？あったとしたら。何が？あクルーが？クルーがあったとしたら赤目田さんクルーだったら、だって三人が生存の可能性あって、うんうんうん、終わってるそうだね。それはそうだわ。うん、だリンゴさん来る、赤目田さん来るだと思いますよ。うん。ほなどうなるの？まず1分でタスク終わらない人いる？終わった。多分ミーティングで終わります。ね、私が怪しい。ピカさん次第。オッケー、じゃあピカさんに決め、じゃあピカさんに決めてもらおう。うん。ピカさんは隠し色になってるので。むずいな。配線が今二分あの。あれなんですよ、2分の3で3分の2で、うんうん、あと1本、うん、展望で終わる、あと金庫に、だから終わるか、右貨物で湧かない限りいけそうだね、貨物で湧かない限りいける。押してくれたハイブリさん押してる、ボタンでも残ってないですよね、残ってなさそうだね、一緒に探しするか、それが一番良さそうだね。うん、まあピカさんがタスク進行を決めても釣り進行を決めてもいいです、ピカさんのあれに従います。いやー分からんな、怖いな、どっちが自信あるか、釣りに自信があるかタスクの時間割れに自信あるか、ね、ほぼなんですけどスナパイアベレージのラインだと思ってて、うん、状況的に、おお、そうなんだよ、マット釣ったらだよね。そうで、一応今の推理的にはスナパイさんがマットかなって気がしてるんですよ。おー、俺丁寧ハイブリさんとシュウヤと一緒に貨物で直そうとしてるだよね。でもボタンも白いしな、ボタンも白い、ただねボタンは、いや赤目田さんが釣られたご主人分かってんだったら押してもいいでしょ、まあ、クル釣れるかもしれないから、うん、ローラーで、うん、でもあの時怖いな、俺だけだったのミーティングにいたの。いや、いたよ、私も。他にもいたよ。その視点でそんなこと言わないでほしいんです。あ、ごめん、時間ないから、助けていきましょう。ごめんなさい。了解です。そうしましょう。頑張れ、ピカクロス。応援してるぞ。うん。まあ、こっそり俺もあるけど。あるんかい？かもしれなくんだな、これが。シェリフか、シェリフいたんだ、マジか、だから
もう全然終わってないじゃんピカさん。皆さん本当だ。長すぎて。いや俺はあの勝ちだけ残してアベレージが最後のキル入れたら勝ちだけやって終わらせる。やらしい。やらしい。一番傷つく負け方をさせたかった。いやさっきのターンサントスさんキあでもどっちにしろ切っても詰められるか。あそういう残しなんだこの。あれ普通にさ、うん、ごめんね。いやでもスナッパイさんなんで初手僕繋がれたんですか。僕だってシャワーのヘッドが俺のラスタスクだった。そういうことか。あそういうことなんだ。あ普通にそこだったんだな。だから初手もそう僕シャワー入って、まあ、初手キルやめとかと思ってたらちょうど繋がれたって感じだったんで。すごい。何阿部ちゃんかいって言いながらシャリチを迎えてるから。僕どっちか怖かったですよ。なんかタスク下手くそだったからこいつインポスターとかで置いてるのかと思ってて。なことないよ。いやよかったっす繋がれて。うん、ごめんなさい。なんかあの釣るよりかはどうしてもセリフだったんでどっちか打った方がいいなと思ってたんですよ。うんうん、そうだね、そうだね。めっちゃいいね。で、行ったらキル狙われちゃうんで言わなかった感じです。なるほどね。なるほどね。あ、いいね。いいナイスでした。うまいな。うん。